実は東大の入試問題っていうのはその、はい、あの偉い人出てこない、ほとんど常の国のことをもっとちゃんと知りたい。高松菜奈でございます。本日はですね、相澤先生にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、東京大学文学部中国思想文化学科卒業、 Z 回マスターコース一進予備校などで数多くの東大合格者を輩出、現在は RGB サリガン講師として首都圏の高校で指導に当たっている。そもそもなんですけども、日本史を学ぶ意義って何なんですか。一つやっぱりこの国のことをもっとちゃんと知りたい。一般の高校生とかですね、東大も目指してないし、そんな勉強嫌いだみたいな子もいると思うんですよね。そういう子はじゃあ日本史を学ぶ必要あるんですかね。あの学校の授業とか教科書読むの嫌いな子は東大の入試問題解くと、あ、こんな面白いものがあると思いますね。例えばこれ、このところあったら多分ちょっと、英雄伝では分からない歴史の面白さとか、はい、実は東大の入試問題っていうのはその、はい、あの偉い人出てこないほとんど、徳川家康とか、ね、豊臣秀吉とか、はい、出てこない、はい、その代わりにあの名もなき民衆がどういうふうにその総孫のような形で、ね、自治組織を作り、はい、一揆を形成して、で支配者に立ち向かっていったのかとか、そういうところって実はこれまで学校の授業とか予備校の授業では実はおろそかに切り捨てられてきてしまったところなんだけれども、東大の入試問題っていうのはそういうところにちゃんとスポットを当てているし、例えばそれを、まあ、今総孫とか言ってた、その中世民衆が作った自治組織っていうのは何だろうな、これからそのこの国の社会で新しいコミュニティをもう一度作り直していくっていう時にものすごい学ぶべきことがあって、だってその中世の総孫で行ってた自治っていうのはもうだって本当に民主主義そのものですから、はい、つまり全てのその村のルールを決めるためにもう全員が集まって、で、まあ、本当に多数決のようなことをやって、ただ多数決で決まったからにはもう全員従うだとか、はい、もう村の中にその事件団と呼ばれる裁判の組織もちゃんとあって、喧嘩はするけどそこで決着がついたらもうちゃんとそこで仲直り、それでその判決に従いましょうとか、そういう民主主義のルールというのを実は現代人よりも中世の民衆の方がちゃんと身につけて、でだからこそその歴史を学ぶって言った時、それは教科書で書いてあるというと、民主が何やった、都会家康が何やった、それは大事なんだけれども、実はそういうふうに現代に開かれていて現代につながっている、そういうさまざまなことがあり、でその上に今私たちはこうやってこの国に生きているというか、もうほぼ生かされているということになるので、そういうところこそが何でしょうね、あまり僕はその本当に日本史講師だって意識があまりないのでこんな偉そうな、予備校でこんな偉そうなこと言うなって話なんだけども、実際こうやって僕はまだ日本史を学んでいる途中だと思ってます。じゃあもう一生学ばなきゃいけないと思ってますけど、学んでいる途中でそう感じることはそういうことですよね。だからそういう姿勢で常に接していれば、だから歴史学ぶことにどんな意味があるんですかなんて考えてる間ダメだというダメな質問だったんですよ。ナナチャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんはシューベルト。